日本財団が推進する海と日本プロジェクトより海と灯台のご紹介です。堺市にある旧堺灯台は現地に現存する木造様式灯台としては日本で最も古いものの一つとして国の史跡に指定されています。この灯台をよく知る山本さんにお話を伺いました。灯台 の、 あの一番上の部分とかを模したあのものとかも市内のあちこちに見られますので、湾岸部分の堺市民にとってはあの昔から、まあ、シンボルとして馴染まれたものだという印象があります。明治10年に建てられたこの灯台は費用の大半を堺の人々の寄付で築造され、およそ1世紀にわたり港に出入りする船の航海の安全を見守ってきました。多分あの国籍になった大きな理由としては木製様式灯台もそうなんですけども、この石垣部分、土台の石垣部分の意味も非常に大きいのではないかなと思います。堺市民にとって堺の海とこの堺の灯台っていうのはあの常に意味のある堺を照らしの海を照らし続けたものであると。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。 SNS や YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。